こんにちは、生体ニコニコサイネドです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、転倒予防、フラフラとかヨロヨロ、これをですね解消するエクササイズについてお届けしたいと思います。で、年がですね、だんだんいくとですね、歩いてる時にヨロヨロしたりとかですね、フラフラっとしてしまって、転んじゃいけないと、転倒してはいけないということで、こうですね、いろいろ捕まってですね、転ばないように捕まって何とかしようとするんですけども、かえってそういうことをしていると膝が痛くなったりとかですね、余計になんかフラフラして、いつまで経ってもこのフラフラとか、ヨロヨロした感じは良くならないということが結構あります。で、それは原因がありますので、その原因をしっかりと解消することによって、こういうふうに持ったりしなくても安心してられるからですね。結局ですね、フラフラするのが心配でこう捕まるんですけども、結局捕まってるってことは、結局もうその心配からは、そういうヨロヨロする体は解消しきれていない、改善しきれていないということになりますので、しっかり体を良くして、捕まらなくても安心という状態にしていきたいと思います。ではですね、どこが問題となってヨロヨロフラフラするのかと言いますと、原因はいくつかあるんですが、大元の原因というのは体の真ん中にある仙骨、ここが動いていないということが原因になってきますので、そこをですね、動くようにしていきたいと思います。ではその仙骨ですね、それはどこにあるのかと言いますと、ちょうどですね、この体、後ろ側ですね、の骨盤、お尻のところです。そこの真ん中にこういう骨があります。背骨のちょうど一番下にこういう骨があります。これですね。で、この骨が仙骨という骨になります。仙人の仙に骨と書いて仙骨という骨になります。これがですね、歩くときに動いてない。要はここに関節があるんですね。ここに横に腸骨という骨があって、ここに仙骨があるんですけど、この間。ここの仙腸関節と言われる関節が、ここが動いてないと、フラフラ、ヨロヨロします。なぜここが動かないとフラフラ、ヨロヨロするかと言いますと、結局ここが動かないってことは、こっちの足とこっちの足、この二つの、少なくともこの関節、股関節という関節、こっちとこっち。か、もしくは膝の関節。ここで、なんとかこう、バランスを取るしかないわけです。そうしますとですね、どうしてもこれ体の外の方にありますよね。外側にあります。仙骨のこの仙腸関節というこの関節に比べたら外側にありますから、どうしてもこういう関節を使うと、こっち行ってみたり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 、という感じで体がもう左右にブレちゃうわけです。ですから、バランスが取りにくいんですね。もともと取りにくいです。普通に歩く人は、こうまっすぐ歩きますよね。正常な人であれば。だけど、ヨロヨロしちゃう人っていうのはこうなってます。こういうふうに軸がですね、こうブレてるんですね。右行ったり左行ったり。なので、当然ヨロヨロするわけです。こんなの若い人がやってもですね、誰がやってもこうヨロヨロするわけです。しかもこう揺れますから、視界もブレますし、頭もこう揺さぶられて、なんかもう嫌な気分になってきます。はい。なので、人間はこうまっすぐ歩けるように、左右の足で歩いててももうまっすぐこの軸がぶれないように歩けるようにできてます。それなぜかというと、ここの真ん中の中心部にちょうど背骨に近いここが動くからなんですね。ここが動かないと左右ぶれてくるということになります。まあ、コマで言うと、コマですね。お正月でくるくるくるっと回す、このコマですね。コマもですね、早く回転してるともうシューッとですね、もうぶれがないですけども、ゆっくり回転してるとこう揺れてる。ゆるゆるしてますよね。ああいう状態になりますので、いかにこの中心部を使いこなすか、ここにちゃんと動きが出てくるかが重要になりますので、ここに動きを作っていくことによって、しっかりとですね、よろけない、左右にぶれない体を作っていくと。その結果として、こう持たなくても、こう保ってられますので、そう不安がないと。体がこうぶれると、やっぱり不安になりますので、いうことです。はい。ではですね、実際じゃあそれをどうやっていくかってことなんですけど、この仙骨をもじもじしてあります。はい、ということでですね、さっきの仙骨をですね、もじもじしていきたいと思います。仰向けに寝ていただいて両足をこういうふうに立てます。でさっきの仙骨がちょうどお尻の真ん中ここにあります。
ちょうど足を立ててあなたが寝た時にお尻の真ん中で当たるところがあると思います。そこが仙骨です。こうですね。でそこの仙骨をこうもじもじしてあげます。ちょっともじもじよくわかんないと思いますがですね、とりあえずなんとなくでいいんです。あなたのなんとなくでいいのでもじもじしてみてください。もじもじ、まあ、ちょうどここをですね、ここが痒いと、ここの痒みをこう床にですね、こう擦りつけてですね、擦りつけて痒みを取るような感じです。なんかちょっともじもじするような、ちっちゃい子供さんがもじもじするような、そんな感じです。なんとなくここがね、こうなんとなく動いているのが分かると思います。で本当に動きは小さいです。この仙骨っていうのはそんなに大きく動くところではないので、だいたいまあ数ミリから1センチぐらいで考えてください。それぐらい小さくっていうので、なんとなくこう動いてる、なんとなく動いてるかなっていう、それぐらいで結構です。でこの感じでもじもじしていきます。なんとなくここの仙骨、ここがなんとなく気持ちいいかなっていう、気持ちいいかなっていうような感じがしてたら OK です。 OK です。その感じでこうもじもじしてあげてください。でポイントはできるだけこの2つの足ですね、2つの足はだらーっとしてですね、力でこうゴシゴシゴシやんないようにして、まあ足は揺れてくるんですけども、力は入らない状態です。で仙骨がもじもじされて、ちょうどお尻の後ろの真ん中ら辺を床にこすりつけるような感じでもじもじしてあげます。これとても気持ちいいです。これ私も毎日、欠かさずやっております。はい、これぐらいにしていきましょう。でこれでですね、立っていただきます。で立っていただきますと、なんとなくですね、なんとなく今もじもじしたこの辺ですね、ここがなんとなく、なんとなくでいいです、なんとなく軽いような、なんとなくスッとしてるような、なんか感じがすると思います。なんとなく、まあ言われれば、まあそう言われそうでもないかなというような感じ、これが感じがしてたら OK です。ちょっと歩きながら感じてみてください。なんとなくここがですね、軽いような感じがすると思います。そうなってきたら、その仙骨が動いてきているというふうに思っていただいて大丈夫です。で繰り返しやっていきますと、この仙骨がしっかりと動いてきて、中心部が動きますので、歩いた時にこう左右にブレることがなくなっていきますので、繰り返しですね。これはすぐに効果出る人と、ちょっと時間がかかる人もいますので、ちょっと慌てずですね、この仙骨、もじもじを、だいたいですね、まあ、1、2分から始めていただいて、慣れたら5分とか10分ぐらいを目安にやってみてください。それをですね、朝昼晩とかやっていきますと、次第にここがですね、軽い感じが、まあ、結構身についてきますし、そこが動く感じもなんとなく分かるようになると思います。まあ、今もですね、こうやって手を、この、さっき言った仙骨で、ここに手を置いてこう歩いたら、なんとなくこう動いてるのが分かると思いますから、その動きが出てくると、よりですね、まあ、腰痛にもならなくなりますし、この左右のブレがなくなってきますので、ぜひ続けてみてください。ということで今日はですね、歩くときにですね、ふらふらよろよろして、転倒防止のためのね、ふらふらよろよろしない、そういうためのエクササイズ、仙骨、もじもじをぜひ、やってみてください。またやってみてもわかんないことありましたら、コメントメッセージいただければと思います。ということで、またこういった内容気になる方は、下のところからチャンネル登録、ポチッとですね、ぜひしてください。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。